爆食なすぶちさちおチャンネル。はい、コストコ行ってきました。イエーイ。気になった商品3つセレクトしましたので紹介したいと思います。ペスカトーレチキン混ぜそばです。ちょっとガンガン食べていきましょう。はい、じゃあまず混ぜそば行こう。はい、まずこちらマーラー混ぜそばですね。これいただきたいと思います。いただきます。マーラー混ぜそば、なかなか辛そうには見えるけども、マーラー系の辛さだったらいけんのかな。私いただきます。うまっ。とっても本格的じゃないですか。わー、このマーラーのパンチがしっかり効いてていいっすね。ちょっとまあ気持ち辛いけど、でも全然私でも食べれる辛さだから、そこまで激辛ってほどではないですね。いいいい、程よい辛さ、食欲増進の辛さ。お肉もめちゃめちゃチャーシューがしっかり上に乗ってるんで、うまっ。白髪ネギとネギが乗ってますね。これの食感もいいですね。で、ここに温玉がいるので、これをですね、あ、混ぜそばなので、あ、こうしてこういうことでしょ。こうして混ぜて、これで、うまい。なるほど。あ、この温玉を絡めることによってほぼ辛みは感じなくなるね。うまっ。チャーシューもこんなのってて最高だな。これやっぱ香辛料なのかな。ちょっとこうなんかエスニックな味がして、それがまたいいんだよね。美味しい。うまい。よし、ラスト卵ちゃんを。あー、ラスト卵ちゃん。まあ、つかめるわけがなかった、このラスト卵ちゃん。ないな、これマジで。はい、こちら続いてハニーグレイズチキンでございます。ちょっと待ってね、これ1,2,3,4,5,6 かな、998円でございます。鶏の足が6本入ってこのお値段、さすがだね。手でいきたいんだけど熱くないかな。いっちゃおう。はい、さ
さっきのもそうだけど、このまんま容器でチンできるからね。ありがたいよね、本当に。いただきます。うんふん、うまい。うん、おやおや、なんかここにハニーマスタードがついてるんですよ。これをつけてハニーグレイズ完成なのかと思ったら、そもそもこのタレがですね、なかなか甘い、甘じょっぱい感じのタレでございますね。なるほど。肉柔らか、とろとろよ。どれ。あ、うまっ。ハニーマスタードつけて食べんの、うまっ。これは、うん、いいね。うまっ。これすごい。ハニーマスタードつけることによってちょっとやっぱ酸味が追加されて、めちゃめちゃこの、なんだろう、でも逆に爽やかさもやっぱねプラスされて、すげえうまい。うまいな。いい、最高。
おいし、食べた。はい、続いてシーフードペスカトーレでございます。こんだけシーフード入って1680円、すごい。てかさっきからのやつが安すぎてさすごくない、このシーフードの量。それで1600が本当に安いって。うまっ。これむしろペンネの方が量少ないんじゃないかってぐらいよ。それぐらいシーフードたっぷり入ってる。あーうまいね。やっぱ海鮮のお出汁が出てますわ。パセリの風味もいいっすね。うまい。すごいよこれマジ。イカ、エビ、ホタテ入ってるからね、海鮮。それがたっぷり入ってます。これたまらんやつですよ、シーフード好きには。美味しかった、すごっ。やっぱ最後までソースがたっぷり残ってる、嬉しい。うん、食べた。はい、ということで完食いたしました。コストコで気になったもの3品食べたわけですけども、はい、美味しかったです。いやー、これやっぱね、皆さんね、シェアしていただいたりとかでもいいと思いますし、このまんま冷凍できるんだったら冷凍しちゃってもいいよね。美味しかった、本当に。はい、ということでごちそうさまでございました。この動画がいいと思ったら高評価、私のこと気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。